どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、これやってみました。結婚式やパーティーで使えるヘアアレンジになります。作り方はむちゃくちゃ結構シンプルで、三つ編みとあとポニーテールするだけなんですけど、結構それだけで華やかになって綺麗な印象に見えるかなと思いますので、ロングヘアの方でアレンジにお困りの方、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。リーゼのまとめ髪フォームをつけていきます。2プッシュぐらい出して全体的にしっかりとなじませていきます。この時毛羽立ちがなくなるまでつけてあげるとベストです。櫛でしっかりと溶かしていきます。まずは耳後ろで縦に割っていきます。後ろの部分はダッカールで止めておきます。サイドの部分ももう半分に縦に割ります。後ろの部分から3つに分けて三つ編みをやっていきます。この時にあんまりこう髪の毛の毛束を浮かさないで、どちらかといったらこう下ろした状態でやってあげると綺麗に三つ編みができるかなと思います。ゴムで結んでいきます。前側の部分も同様に3つに分けて三つ編みをやっていきます。この時も同様に下に髪の毛を持ってきて、あまり浮かさないようにしてやってあげると綺麗にできるかなと思います。ゴムで結んでいきます。だいたい中間あたりぐらいで、中間よりちょっと先ですかね、ゴムで結んであげれば大丈夫かなと思います。反対側も3つに分けて同様にやっていきます。全部編み終わったら後ろの髪の毛ですね、このサイドの後ろの方の髪の毛を真後ろに持ってきて、この辺りでゴムで結んでいきます。ゴムの部分を少し下げて一回転させながら輪っかを作りますね。で、この輪っかの中にこの後ろの髪の毛を通していきます。通したらこの毛先の2本の部分を少しギュッとするとここが締まってくれます。サイドの髪の毛も同様に後ろに持ってきて交差させてここで結んでいきます。同様にくるっと一回転させながらゴムを下にぶらして輪っかを作って中に入れ込んでいきます。先ほどと同様に毛先をギュッと締めます。で、全てギュッとした後にこの2つの髪の毛を結んだゴム以外の毛先に出てきてるゴムですね、結構こう後ろから見た時とか、まあ、横から見た時にこう出てくるゴムはまあ、止まってるやつですけど、もう外しちゃってもらって大丈夫かなと思うので、ちょっと見えそうだったら全部外してやってみてください。あとは毛先の部分をお好みで巻いていきます。で、この時に先ほどつけたスタイリング剤が乾いてなかったら一回ドライヤーで乾かします。で、乾かした後にコテで巻いていきます。基本的にランダムに細かく取って縦でいいので、縦巻きに外巻き内巻きの交互で巻いていってください。できれば表面に巻いてる部分ですね、この辺の一番今表面を巻いてるんですけど、ここは結構しっかりめにグリングリンと巻いてあげるとバランスがより綺麗になります。
で巻いた後もすぐにほぐさずに全体的にまず巻いてからほぐすようにするとカールの持ちも良くなるので、そういう風にやってみてください。全部巻き終わったらカールを広げるようにほぐしてあげるとツヤが出てまとまった感じでいい感じになります。最後はケープでバランスを見ながら固めていけば、完成です。結構本当にシンプルで、そんなに難しくないアレンジかなと思います。まあ自分でやるってなると結構ここで三つ編みをしないとダメなんですけど、でも三つ編みの方法だったりとかは、違う動画で、やってますので、それもちょっと参考にしながら、やってもらうと結構うまくいくかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。それではまた、さよなら。